イングルートスミスはアメリカ合衆国の政治家、裁判官。1900年から1911年までアメリカ合衆国会議員を務めた。1862年7月10日、スミスはアイオワ州カウンシルブラフスにおいて誕生した。スミスは公立学校で学び、1882年に弁護士として認可を受けた。スミスは1882年に カウンシルブラフス市内で弁護事業を開業した。スミスは1890年から1900年までアイオワ州第1 5裁判所管轄地区で裁判官を務めた。1900年、スミスはイリノイ州選出連邦会議員、スミス・マクファーソンの辞職に伴う補欠選挙に共和党から立候補し、当選した。スミスはその後6期連続で再選を果たした。 1911年3月、スミスは、ウィリアム・エイチ・タフト大統領から、連邦巡回裁判所判事への指名を受け、連邦会員議員を辞職した。スミスは、第8巡回区に着任し、1922年に死去するまで裁判官を務めた。1922年1月27日、スミスは、アイオワ州カウンシルブラフスにおいて死去した。スミスの遺体は、 カウンシルブラフス市内のフェアビュー墓地に埋葬された。ありがとうございます。